はい、どうも皆さん、こんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコインとイーサリアムとネム、えー、そして IOST、ライトコイン、ビットコイン、キャッシュ、モナコインですね、えー、7通貨見ていきたいと思います。今日が2021年の1月の27日水曜日ですね。えー、今日のですね、仮想通貨市場なんですけれども、まあ、全面的にですね、下落も全面安というようなね、状況になってきている状態ですね。で、その中でもま、ビットコインも下げているんですが、イーサリアムもですね、大きく下げているという状況があります。で、えー今日 今日はです、ね、まああのいつものようにニューヨークダウや日経平均えそれから FOMC なんかのですね、えー、注目ニュース引っ張ってきたりとかあとはまあ仮想通貨市場のですね、えー、注目ニュースを取り上げていくんですけれども今日はですねちょっとその中でもネムにですね注目していきたいかなというふうに思っております直近のところにおいてテクニカル的にもですねネムは非常にね、えー、今底堅い展開になっているっていう状況がありますしまあ今後ですねネムのローンチも控えているということで今日はですねネムに関する、えー、まあファンダメンタルそれからテクニカル的なところをですね重点的にやっていきたいなというふうに思ってます えー、このチャンネルではですね世界経済、それから仮疎、えー、通貨市場のですね注目のニュースをピックアップして、えー、実際の相場に移って、えー、相場分析と戦略構築をやっていくということで、えー、毎日見ていただければですねまあ大体今日の相場がどういう風になっているのかそしてどういう風に攻めていくべきかみたいなところがですね自然と身につくような、えー、動画構成になっておりますのでまあ最近ですね仮疎通貨を始められた方もね、えー、気兼ねなく見ていただけるんじゃないかなと思いますのでぜひ、えー、今後ともよろしくお願いしますさあそれではですねまずはニューヨークダウの方から見ていきたいと思います こちら日経新聞のニュースですがニューヨークダウン続落ですね22ドル安ということでコロナ感染拡大を警戒しましたということで,ですね26日のダウンに関してはですね4日続落ということでここ最近ずっと下げてきていますが、まあ、下げ幅としてはそんなに大きくない0.1%安の3万937円というふうな状況で終えました、まあ、コロナのですねアメリカの新規感染者数は減少傾向にね今あるそうなんですけれども、まあ、世界的な増加には歯止めがかかっていないという状況とです、ね、あと まあワクチンが、ね、なかなか普及しづらいんじゃないかみたいなです、ね、ニュースも入っているという状況ですので、まあ、そういったところも懸念材料になっているのはです、ねまあ、間違いないことかなというふうに思っています。 あとはまあ株式市場がですね、過去最高値圏内にあるということで、短期的な加熱感を警戒しているというふうなですね、市場心理も働いているという状況です。この流れを受けて始まった日経平均ですけれども、日経平均に関しては一方で反発してきておりまして、終わりに89円高の28,635円、これは景気回復期待でということになっておりますー。0.3%上げてきたそうですね。国内外の経済回復に対する期待感から、投資家心理が上向き、 業績改善が進むだろうという,ふうなです、ね、見方が、えー、強まっている銘柄を中心に買われたということですね上昇一服後は新規の手がかりに乏しく利益確定売りからですね上げ幅を縮小しましたということですねで国際通貨基金ですね IMF は26日世界経済、えー、見通しを改定し日本の2021年の成長率見通しを3.1%と前回の予測から0.8ポイント、えー、情報修正してきましたということで、えー、アメリカなどもですね引き上げていて、えー、国内外で景気 回復が続き企業業績の回復が進むんじゃないかみたいなですね観測が強まっているという,ふうなですねマーケットの状況があるということですねそういった状況の中で今日の夜にですね行われる FOMC がまあ控えているということで積極的な経済支援維持へということで、まあ、これはですね、まあ、あの織り込まれているということですね声明のガイダンス変更は見込まれていないということで、まあ、市場への影響もそれほどないんじゃないかなという,ふうなです、ね、見方になっているということですね え、二日間の日程で開催される今年最初の連邦公開市場委員会 FOMC 会合では、え、政策金利をゼロ近辺に据え置くとともに、月1200億ドル、約12兆4400億円のペースでの債券購入を続ける方針を改めて示すことがほぼ確実な情勢だというふうにね、えー、ブルームバーグでは述べています。連邦準備制度理事会はですね、アメリカの東部時間27日午前、えー、午後2時、日本時間で言うと28日、えー、午前の4時ですね、に FOMC 政 声明,明を発表し、パウエル議長は2時半からですね、会見、記者会見をするということで、今回は四半期ごとの経済予測の公表はないということですね。で、まあこのまま続けていけば、やはりですね、当然様々なリスクがあるわけですよね。世界各国がですね、ジャブジャブね、お金をすりまくっている状況がありますので、えー、当然ながらそれに対するリスクっていうのはあるんですけれども、それを匂わすような発言をした時にですね、結構ね、市場への影響はまああ,のあるんじゃないかなというふうにね、えー、見られますので、ただね、まあ、今は現実にですね、パウエル議長も言って 言ていましたが、超緩和的な金融政策からの出口を議論することについて今はその時期ではないと強調しているということからもですね、元老のスタンスを維持する見通しだというふうにですね、まあ見られているという状況のようですね。はい、これが経済のニュースということで、まあこの f m c のですね発表は注目かなと思っています。でその中でもう一つですね、ブルームバーグの記事なんですけれども、ゲームストップ現象はビットコインにプラスということでスカイブリッジが述べたということなんですけれども、今ねこのゲームストップっていう会社のですね株が一段高になっておりました すごいね上昇を見せていると1日でね約2倍になったりしているということでホ、えー、本当にすごいですね上昇を見せているのはこのゲームストップという株ですねでそのゲームストップ株が一気にですね上げている状況を、えー、まあ考えた時にですねゲームストップをめぐるこの活動はビットコインが機能することをさらに実証していると指摘しているんですねそれがスカイブリッジのですね、えー、このスカラムッチさんが言っているそうですねでこれどういうことかというとこの上げている状況という現象というのはビットコインを支える基本理念である分散型金融 DeFi で ですね。を体現しているためだと、えー、説明しているということで、スマートフォンと低コストのトレーディングはですね、以前は閉鎖的で寡占化していた資金運用ビジネスを民主化していると同志は付け加えたということで、まあ要は一般のですね、告知投資家、いわゆる告知投資家がですね、どんどん参入してきている状況から、こういったバブルのような側になっているんだよと。 えー、この状況はビットコインにも当てはまるよというふうなですね、ことが、まあ言われているということですね。で、そういったところです。その背景をしっかりね、理解しておかないと、えー、ありがねすべてを失うことになるだろうというふうなですね、ことも述べているということで。まあこれはですね、いろんなまあデータを見ながらね、えー、見ていかないといけないところはあるんですけれども、ただ一方でね、そういった余ったお金がすぐにですね、そういう禁止量に流れ込んできやすい状況があるということはですね、まあ、まあ、間違いないということで、えー、まあ、さらにですね、今後、え、この小口投資家が入ってくることによって、 まあ、ビットコインの価格も一気に上昇してくる相場も、まあ考えられなくはないということはですね、まあ言えるんじゃないかというふうにね、個人的には考えているところです。えー、もう一つですね、仮想通貨のニュースなんですが、ネムのですね、日本マーケティングで、えー、日経産業広告者と連携して、えー、金融庁と日経共同主催の えー、フィンサムに参加へという風なですね、ニュースが入ってきております。で、ちょっと詳細は割愛するんですけれども、ネムに関してはですね、新ブロックチェーンシンボルのですね、ローンチが、まあ、あの、期待されているところなんですけれども、予定日をですね、2月に控えており、企業のブロックチェーン活動に向けた事業にですね、今注力しているという状況なんですね。2月のローンチが延期されずに間に合えばですね、メインネットの1ヶ月前後の稼働日程を経て、3月16日からですね、3日間にわたって開催されるフィンサムを迎えることになるということですね。まあ、今後重要な、えー、ローンチする それからそういったイベントのですね参加もまあ決まっているということで今後ですねやはり期待はどんどんね高まってくる状況なんじゃないかなという風に思っておりますこれがですね、えー、今日の外部環境になっております、えー、ここからはですね相場に移って、えー、相場分析と戦略構築をやっていきたいと思います はい、それではですね、まずはビットコインの相場分析からやっていきたいと思います。えー、今の時刻が20時ちょうどですね、今のビットコインの価格、えー、31,419ドル、えー、日本円で言うと326万1000円ぐらいのところを推移してきておりまして、えー、ビットコインがですね、さらに弱い展開になっているという状況ですね。えー、まあ、ずっと注目されているのは3万2000ドルで、ここをですね、今一気にね、下抜けているという状況です。で、なんとかですね、この3万、えー、800ドル付近でサポートされて、あの、一旦ね、反発させているような状況なんですけれども、まあ この局面はもうきついですよね、えー、上に短期20円目それから中期長期もまあ重なっていていわゆるパーフェクトオーダーの形になっているという状況の中で3万2000ドルを下抜けてしまっているという状況からしてもですねやっぱりこう戻り売りが狙われやすいということですねでここのですねまあ水平線がかなり意識されていますがここのブレイクアウトを狙ったところでですねまあショートもねやっぱり入ってきやすい展開になってくると思いますのでちょっとあの直近のところは警戒したいですねあのー、希望があるとしたらやっぱりここで底根をですね一旦つけていると2万9000ぐらいまで下がりました けれどもそこから一旦反発してのもう一段下げってなったところで、えー、ダブルボトムの意識による上げてく、えー、ると反発ですね。 こういったところはですね、少しね、まだ希望は持てるかなとは思います。まあ、ここ直近ですね、3万ドル付近のところでずっとね、えー、サポートされている展開がありますので、一気にね、3万を抜けるような展開になったとしても、えー、また買いが入ってですね、まあ、逆にダブルボトムを形成して上げてくる可能性はあるんですけれども、まあ、ただ今のところですね、やっぱり直近のところは厳しい展開が予測されますよね。今のところから、まあ、上昇したとしても、なかなかですね、 上に上がっていくような勢いはですね、見られないんじゃないかなと個人的には思っています。やっぱりここからロングに入っていくのであればですね、このディセンディングトライアングルの中を、えー、今動いてるんですけれども、ここをしっかり超えていく。そして、まあ3万5 0ドルぐらいのところですね、ここが直近で、えー、かなり意識された水平線になっていますが、ここをしっかり超えないことにはなかなかですね、今のところ、えー、買いに入っていくのは難しいかなというふうなですね、えー、状況で見ております。 まあ直近のところはこの3万2000ドルをしっかりね明確に抜けるかどうか、ここがやはりね引き続き注目かなというふうに思っております。で、今週中にはですね、もう大きな値動きが起きてくるんじゃないかなと、さ,さすがにですね、ずっとこの横ばいが続いていますので、それほどね、長くは続かないだろうと、そしてえ今週に関してはですね、重要な指標が結構ね、いろいろ発表されるということもありますので、もうそろそろですね、大きく動く可能性があるということで、しっかりね、シナリオと戦略構築をですね、今のうちにしておくべきかなというふうに思っております。続きましてイーサリアムを見ていきたいと思います。 はい、こちらイーサリアムですね。今の価格が1288ドルですね。 えー、日本円で言うと13万3000円ぐらいのところを推移している状況です。えー、イーサムに関しては直近のところ4時間足でですね、綺、え、麗、ー、なダブルボトムをつけましたね。えー、そこね、というか、スチャンネルに関してはですね、まぁ、あ、1230ドル、ちょっと上のところ1240から45ぐらいのところで、綺、え、麗、ー、にダブルボトムを作ったという展開になっています。まあただですね、短期と中期の移動平均線上に背負った状況ですので、ちょっとね、えー、重たい感じはするんですけれども、ただまあダブルボトムを作っているっていう状況と、すぐ下に1230と、あと長期の移動平均線もですね、 ここにサポートとして加わってきているという状況がありますので、まあ、あの今からですね一旦上に上がってくるような局面はまあ期待できるんじゃないかなと思いますただ一方でここ2回ですね直近、まあ、ここの過去最高値をですね意識された値動きでそこで超えることができずに反発ですよね、はい、そういった値動きが今ね2回続けて起きているという状況がありますで、まあ、このまま上げていったとして3度目のですねチャレンジになってくるわけなんですけれども、まあ、その辺りがちょっと今からね ま、どこまで上げれるかという風なですね、展開かなと思っています。まあ、短期的に見てはですね、上げ止まっているっていう状況がありますので、一旦勢いがね、弱くなっているっていう環境にはありますよね。RSI や MACD 見てもですね、だんだんですね、ま、下向きに変わってきているっていう状況があります。こういった中で、しっかりこのダブルボトム直近のところをですね、反発要因として、上に上げていくことができるかが注目です。で、この1100をしっかり超えることができれば、そこからですね、一気に1600ぐらいのところまでですね、上昇する可能性は非常に高いと思っておりますので、ま、直近の ところまあリスクをねある程度も取って入っていくのであれば1230を損切りラインとしてまあ、入っていくっていうような戦略もありですし、まあ、もう少しねやっぱりイーサネムに関しては今後もですねまだまだ期待度が高まってくるという状況がありますので1405をしっかり固めたところからのロングが一番安全かなというふうには思っております。はい続きまして、えー、注目のネムですね見ていきたいと思います。 はい、こちらネムですね、今の価格が23.4セント、えー、日本円でいうとですね、24.4円ぐらいのところを推移しておりまして、まあ、先ほどの冒頭にお見せしました、仮通探し場全体がですね見えるような画面があったと思うんですけど、その中で唯一ですねプラス圏に推移していたのがネムなんですね。で、ネムがですね、なぜ注目なのか、ちょっと今日は冷やしからですね、まず見ていきたいと思うんですが、えー、注目ポイント2つですね、1つが値、えー、動きの荒さですね、それからまあ出来高もそうなんですけども、直近のところ、ここですね、かなり値動きが、 激しくなってきてきいます、まあ、かなりね、このローソク幅の一本一本、これ、足ですけれども、一本一本の,、ね、この幅が大きくなってきているんですね。で、これぐらい大きく、えー、推移していた、えー、時期っていうのは、直近のところではないんですよね、これ見ていただくと、本当に小さい値動きの幅でずっと推移してきました、で、大きく動いていた時期っていうのは、このあたりなんですよね、やはり2018年前後のですね、バブル相場の時には、かなり大きく動いていたんですが、そこ以来のですね、大きさになっているっていう状況。まあ、それだけですねやっぱり売り売買いが、えーまあ激しく なってきていると、まああの出来高もですね若干こ上がってきているという状況ありますので、まあそれだけやっぱりね長期のところは注目度が集まってきているのは間違いないんじゃないかなと思っています。これが注目の一つですね。もう一つ長期移動平均線との関係性です。長期移動平均線ここでは1 0 0 m a をですね設定しておりますが、過去のチャートから見ていくとですね、このネムに関しては1 0 0 m a との相性結構いいんですよね。で2017年の後半ぐらいからですね、まあネムに関しては一気にね爆上げしてきたわけですけれども、ここで長期の移動平均線に まあサポートさされれてててそしてレジススタンスされて一気に跳ねたわけで、すねでそこからあの下落相場になってきてもですね、ここで、えー、レジスタンスされて、ずっとですね、あとはこの長期の移動平均線、青の MA で、えー、レジスタンスされて、逆にサポートされたりとかね、非常にこれ意識されているのがね、よくわかりますよね。これもう、本当にもう長期の移動平均線に沿って下げてきているような感じにも見えますよね。で、逆に、ここからですね、トレンドを転換して上に向かってくるわけなんですけれども、やはりこの長期の移動平均線サポートされて、ここもサポートされて上に上がってきているという状況です。 直近のところもまあ、あの長期の移動平均線というよりは、えー、歴史的に意識されている18セントのところがですね機能してなんとかね、えー、下げ止まっているという状況があるんですけれどもまあ、そんな中でですね安値は切り上げているっていう状況がありますここはですね日足レベルでもはっきりね、えー、見て取れるところかなと思っていますこのラインですねで、えー、今はですねこの長期の移動平均線がだんだんこう上に上がってきている状況なんですけれども、えー、そういった中で短期と中期は横ばいにもなってきております値、えー、動きとしても横ばいですこれが今からですねぶち当たるところからの状 っていうのはですねこの過去のね値動き 100MA とのねサポートとレジスタンスのですねまあえー、信頼度関係性から見てもですねこの長期の移動平均線を起点として上げていく可能性というのはですね十分考えられるんじゃないかなとまあ、直近のところでいうとここがですねいい例になっていますがこのまま横ばい続けて長期移動平均線にぶち当たったところからの上昇になっているわけですねはいそういう状況からも今からですね、えー、まあ上げてくる可能性は十分ね考えられるんじゃないかなというところがですね注目のポイントですねはいちょっとこの辺りですね4時間足で 見ていきたいと思いますがはいこちら四時間足ですねま四、あ、時間足で見たときに、えーまあ、ずっとねこれ横ばいになっております上が26.5セント下がですねだいたい19セントぐらいのところですねまあ、もう少しね、えー、カットしてみるとこの21セントぐらいのところでまあ横ばいになっているわけなんですけれども、えー、その中でね移動平均線も収束していますで直近のところを見ると、えー、上げ出している状況ですので短期がですね中長期を今ね上に抜けているという状況ですやっぱり注目ポイントとしては冷やしレベルの,あの長期の移動平均線タッチからの まあ上げっていうところになるわけですが、えー、その前に短期的なところを見るとですね、今いい形にはなっているという状況で、まあ昨日のですね、動画でもネムに関してはお伝えしましたけれども、まあここからですね、爆上げしてくる可能性、そして26セントをまあ超えたところからですね、本格的に上げてきて、で、30セントを超えたところでもっともっとね、勢いのある上昇になってくると。で、そういった状況の中で、ファンダメンタルズ的にもありましたネムのですね、シンボルのローンチ、そのスナップショットとかね、えー、そういったところもどんどんですね、発表されてくるということになれば、一段 ですねまた上げてくる可能性があるということで今はねあんまりこうトレンド感が出てトレンドが出ていないので一定のリスクが伴います、まあ、どこで入ってもリスクが伴うんですけれどもまあしっかりね逃げるポイントとしては、えー、この18セント抜けたら、まあ、逃げないといけないっていうところは当然そうなんですけれども、まあ、例えばこの21セントのところを、まあ、抜けてしまったら一旦あの逃げておこうとかねそういう戦略を明確に決めながらえ徐々にねもう買っていくっていうところはですね戦略としてはいいんじゃないかなと個人的には思っておりますははい今後もですねねネムはちょっと、ね、注目して いきたいかなと思っております、えー、続きまして i o s d 見ていきたいと思いますはいこちら iost ですね今の価格1.6セント日本円で言うと1.7円ぐらいのところを推している状況です で、IOST に関してはもうほぼ横ばいです。で、直近のところで1.9セントの上に行けませんでしたので垂れてきている。ただ、えー、100円目にサポートされて、単中長の移動平均線がすべて収束しているという状況です。で、こういった局面は、えーま、スクール生の方は覚えていると思いますが、えー、こういうですね、三角持ち合いの形になっているということで、直近ですね、大きく動く可能性があるということですね。ただ、まあ、えー、上に上がってくるのであればね、この1.9セントを抜けたら、まあ、ロング。これはずっと言っているところですね。で、下抜けたのであれば1円、それから0.7円っていうところまでですね、下げないと、まあ、買えない。 かなという状況ですので、ここは引き続きですね、えー、ま様子を見ていくと精算ですね。はい、そういった戦略になるかなと思っています。えー、続きましてライトコイン見ていきたいと思います。はい、こちらライトコインですね。ライトコインちょっと動きがありました。今の価格127ドルということで、日本円で言うと。 1万、えー、3300円ということで、ライトコインですね、一段下げてきましたね。で、140ドルの水平線、そして単中長の移動平均線上に背負ったということで、短期的なですねトレンドは完全に下に決まっているという状況ですね。はいこういった下落トレンドラインもね意識されて、えー、まあこれ安値がですねだんだんこう一定になっていますので、まあディセンディングトライアングルという形も意識されて、さらにですねここの水平線、まあ意識されていますよね。この辺り意識されていますが、ここを抜けたらですね一気に110ドルまで落ちてくる可能性があると、そういうふうなです、ね、チャートの見方になるかなと思います。 上値はね、えー引、引き続き重たい展開が今はね、続いているという状況です。まあ、ただ、あの以前から言ってる通り、買うポイントとしては非常にね、わかりやすいですよね。こういったあのいろんなラインが重なっているところを抜けたのであれば、そこからですね、勢いよく、えー、強い値、ね、動きになる可能性があるということで、ここを超えたらロング、これはですね、単純明快かなという風な選択ですね。はい、そういったところを見ていただければと思います。続きまして、ビットコインキャッシュ見ていきたいと思います。 はい、こちらビットコインキャッシュですね。今の価格が401ドルですね。日本円で言うと41600円ということで、ビットコインキャッシュもさらにですね、下げてきている状況です。もう戦略としては同じですね。状況としても同じです。今の価格から注目のライン430ドル付近のですね、この水平線と単中長の移動平均線上に背負っています。パーフェクトオーダーの形になっていますので、上値は引き続き重い展開ですね。ただまあ直近のところで見ていくと、ここダブルボトムが形成されている状況ですね。このまま上げればダブルボトムになるということで、 で今の局面がまあ、ちょっとね注目かなと水平線的にもですねここの辺り意識されていますので今の価格帯この400ドル割るか割らないかここはですねちょっと注目ですよねただまあ直近のところを見ても反発してもですねやはりこういうい各種移動平均線が上に控えているという状況からしても上値を試す展開はなかなかですね今のところ えー、このテクニカルだけ見るとですね、そういった勢いは見られないという風な状況になりますよね。まあ、ここはビットコインと合わせて見ていかないといけない、当然そうなんですけれども、もしね、これをロングにしたい、えー、ロングしたい場合にあればですね、やはりこういった各種移動平均線は全てね、ぶち抜いてきて、またこの500ドルに抜けるような展開があれば、えー、買っていくという風なですね、戦略でいかないとね、ちょっと今はかなり下向きになっているかなという風なね、状況です。えー、このままね、この水平線を割ってくると、一段下げなので、まあ、350ドル付近まで下げる可能性は十です。 十分考えられるかなという風なですね展開短期的には下落トレンドになっているのは間違いないかなという風に思っております最後にですねモナコイン見ていきたいと思います はい、こちら、モナコインですね。今の価格が1.56ドルですね。日本円で言うと163円ということで、モナコインも今日一緒にですね、まあ連れ安になってきたという状況で、え以前からですね、見ていました、この上昇トレンドラインを今一時的にですね、割っているっていう状況です。で、それによって、単中長の移動平均線をね、上に背負ってしまっているという状況で、今ですね、かなり状況は厳しい展開にね、短期的にはなってきております。なので、まあ直近のところでですね、この短期の、あ短期というか、上昇のトレンドラインの上に にですね乗せてくることができなければ一気に目線は下になってですねトレンドは下に変わっていくというふうなね状況になってくる可能性ありますのでしっかりねこの辺り今の価格ですね本当1.6ドル付近の攻防をですねしっかり見ておかないといけないかなと、えー、まあ、直近のところを見ると、ね、かなり厳しい展開にはなっていますので一時的な下落はですねシナリオとして考慮しておかないといけないかなというふうに思っております、まあ、下げるのであれば100いや1.4ドルとか140円ぐらいのところまでですね、えー 一旦下げる可能性は十分考えられるかなという展開ですねでロングに入っていくのであればし,しっかりですね今の局面を抜けたところはロングに入ってこれるかなと思いますし、えー、もっともっとリスクを下げたいのであれば以前から言っている通り1.86でここを意識したですねトレード戦略を今のうちに考えておくということで,ですねやっていただければというふうに思っておりますはいということで今日の動画はですねここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございました